次に、閉坂中学校の鈴木萌かさん、お願いします。はい、テーマは「誰より私が一番」です。誰より私が一番。平坂中学校。 鈴木もか学校なんてなくなってしまえばいいのに私はそう思っていました私は元不登校生徒ですいわゆる息切れ型でした周りからの評価に敏感で自分に無理をさせ頑張りきれずに折れてしまう典型的なタイプでした勉強も部活動も完璧を求めてしまう私は 心も体もだんだん辛くなっていきました。学校を休み始めたのは中学1年生の3学期。はじめは学校や部活動に行く前に泣き出したり夜寝られなくなったりしました。そんな様子を見た母は私に部活動の退部を勧めました。退部届を書く決意をしたあの時、やるせない気持ちでいっぱいでした。 どうしてこんなことになってしまったんだろう。みんなができることを私はできないんだ。なんとか退部届を提出した私、やっぱり周りの目が気になりました。部活動の仲間に何と言われるのだろう。学校を一日休んでしまうと、次の日は登校のハードルがぐんと上がりました。それから私の毎日は、 不登校生徒の一日になりました。朝は7時に起床するも、学校へ行くことへの恐怖から腹痛や頭痛を起こし、涙が溢れたり、ひどいと吐いてしまったりしたこともありました。お昼頃には落ち着きますが、今度は何もしていないことへの罪悪感に苛まれます。夜は明日が来ることが怖く、1時頃まで寝られませんでした。家族との会話も減り、 リビングから聞こえてくる家族の笑い声にますます苦しくなりましたそんな状況から抜け出すきっかけとなったのは中学1年生に進級した頃母と一緒に探した歩み学級でした自分と同じような悩みを持つ生徒が集まる歩み学級への投稿は当時の私にとって一筋の光でしたそこで出会った一つ年上の先輩に 不登校悪いことじゃない。胸を張って生きていっていいんだよ。と言われました。先輩も同じように悩んでいるはずでしたが、とても前向きに考えていました。毎日下を向いてばかりじゃもったいない。そう感じました。自分の心と向き合う中で、父は心理学の本を進めてくれました。朝はたっぷりの朝日を浴びる。朝食にはバナナを食べて、 ああ、私ってすっごく健康とポジティブに考えれ、自分ができる小さなことを少しずつやっていった結果、自分の問題は自分にしか解決できないという考え方にたどり着きました。他人に自分は変えられないという当たり前のことが私の心にストンと落ちました。その時私は気づいたのです。不登校をはまえという先入観に陥っていたのは私の方だったのだと。 私は自分自身をダメな人間だと認識し、痛めつけていたのです。この事実を自覚した私は、驚くほど変わることができました。三年生になった今、私は教室に入ることができています。人が変わったように明るくなったね、と友達に言われるまでになりました。教室に入る時の視線があんなに怖かったのに、今では、 こんなに視線を集められるなんて私ってすっごくモテてるじゃんと思います不登校になる前の私は他人の評価がすべての中心で自分を見失っていましたですが今の私は自分が大好きでありのままの自分を大切にできていますそして心理カウンセラーになるという夢もできました自分自身に優しくできる自分でいれることは ととても素敵なことです自分を認めたっぷり褒めてあげられることこれこそが現代を生きる多くの人にとって一番大切なことだと思いますありがとうございました。